なんかでも私はこんなにも民意も示した、うん、こんなにも選挙も勝ったし、こんな県民大会もした、もうこれ以上何したらいいかわからないんですよって言ってバーって泣いてしまったんですよ、うんうんうん、そしたらその泣いた顔だけが使われて言ってるメッセージは使われない、うん、全然使われなくて、いつものパターンですね。それで私は怒ってというか、私テレビがないもんですから、友達が、うん、泣き顔は出てたよと、でもコメントは出てなかったよっていうことで、うん、私一応その人にも、まあ、もちろん使われないかもと思ったけど、うん、大事に使ってください、喋りますからって言って、みんなはね、やめた方がいいよ、あの番組くだらないからさとかって言われて、私は喋らないとか言ってる中で、いや、くだらない番組こそこういう人が大丈夫、これではノーカットで使いますから、間違いなく喋らないといけないんじゃないかと思って喋るって、うん、だから大事に使ってくださいって言って喋ったんだけど、まあ、結局そういうことだったということを、今度は、とあるこれテレビ何テレビって、これこんなん言っていいんですか、全然いいよ、フジテレビだったんですけど、フジテレビはこっちで言うと何放送、私テレビがないんでわからない、あ、そっか、番組 OTV です、 OTV で、なんていう番組だったの、ニュースクリステルさんが出るって言ってました、それ今やめちゃったから、あ、そうなんだ、でも全然わからないの、あ、そうですか、だからテレビがのことだね、だきっとよくわからない、わからないけど、でも聞かれたら正直言うと僕もよくわからない、私が喋れるんだったら喋るというつもりで喋ったんですけど、だからその報道を選ぶのもわからないでしょ、誰だから喋らないとかっていうのもわからないけど、伝えてくれるなら喋りますと思ったんですけど、それがもう周りからしたら、なんかそんな純粋すぎだよみたいなって言われて、いや、わからないのに、だってだけど、でも今は少なくともは琉球新報や沖縄タイムズは沖縄県民の声としてちゃんと伝えてくれるだろうから、あなた方はちゃんと書いてくださいって言うんですけど、少なくとも自分の思わないところに鳩山さんに泣いて怒ってるこの人みたいに言われたくないですっていうので、そしたらただだだこねてるだけの、感情をぶつけてるだけの人間に見えて、逆にそうちゃんと理由があって言ったのに、マイナスになってしまう場合だってあるもんね、印象操作それを今度はなんか自分の友達が別で取材をされて、それこそさっきの千葉辰巳が取材をされたと言って、その後私のところにもなんか電話かかってきたんで、日刊現代から電話かかってきて、それでなんかその報道の仕方が偏ってるそうですね、偏ってたそうですねってブログでお読みしましたがみたいなことがあって、であ、そうなんですよって、それはやっぱりその鳩山さんへの怒りだけを取り上げられては、沖縄県民みんながそういうつもりで怒りってあげてるわけじゃない、と言いたいんですっていう話をして、それで日刊現代に今度その私のコメントが、答えて載ったんですけど、で私はその泣いてしまったんですけど、それはこういうことであってって言ったのが、それがまた感極まって泣いた私の顔がっていう文章が載ったら、今度はまた今度は誤解されて、私が鳩山さんって泣いたみたいに撮った方々が、お前は沖縄県民なのに鳩山擁護かみたいな、民衆をそれでも応援するのかとか、もう見てもらったら今も消してないからありますけど、なんかブログにもあんたみたいな沖縄県民いらないぐらいのことが書かれたりとかして、なんか、なるほど、大丈夫ですから、ここでは全てノーカットでお伝えします。岩上チャンネルではとりあえず間違いなくおっしゃったことは届けますので、もう皆さん見ていただければ、初めて、だからメディアというものに答えるということは、私の思いが伝わるという意味ではないんだなと思ったので、そのままは伝わるというわけではない、必ず何らか場合はさ、だからそういう意味では今政権交代という大きな政治的な変化も訪れたんですけど、重なり合ってですね、メディアという非常に旧来からあって、で素朴に信じてたりしたものが、とてつも信用できないものなんだということに今気づかされてるんですよ、とてつもなく嘘くさいものなんです。それがインターネットというものをがまあ発達することによって、それがありありいろんなところで感じてると思います。だから普天間の問題だけじゃなくてね、さまざまなことがこう問題になった、さまざまなことを民主党は政権交代してから、問題訴状に挙げました。訴状に挙げて解決つけられなかったことがいっぱいある、だけれどもそれを伝える時のメディアの姿勢というものに非常に欺瞞というかね、嘘くささというのがあってね、それがね、ずいぶんインターネットを通じて明るいに出るようになっちゃったなという、そういう変化もですね、それもある意味良かったなと思った、ね、このままメディアをそうなんだと思わないで、とりあえず一回疑って読むという癖がついたのは、それも今回の一大騒動の良かったことかなって、読んでる人がみんなへえそうなんだって思わないで、
って書いてあるけどどうかなって一回考えたり、どうなのってこう聞いたりできるっていうのはすごい大きい動きだったんじゃないかなと思ってるし、でそうまあそれで鳩山さんが来た時にちょっとがっかりな状態があって、でやっぱり案の定という感じで5月末決着の時にはですね、沖縄に負担をお願いします、結局のところ辺の子という話になっちゃうんですね。これがそれこそさっき挙げた2例のコザ暴動やその女子あのレイプ事件とかで起こったのをするとあれってなんか私たちの思わぬところに条件がいっぱいくっつけられた、なんか違う結果を持ってこられたのと一緒で、なんか今回はその鳩山さんや民主党が悪いっていうことに盛り上がって、鳩山クビはいちゃんちゃんみたいなになって、私から見たらなんか変な子っていうカードはここにボーンと置き去りにされてて、でもみんながダメだ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 ってベタベタベタってノリを張ったから動かないでいたものが、じゃあ一回のけようかって言ってこうベタベタしたのをこうって張り上げたんだけど、バチコーンってもう一回打ちつけられた感じで、なんかここなんじゃーって言って、なんか改めて打ち込まれるとやっぱみんなもうヘトヘトなのにまた打ち込まれたみたいな感じになって、あと超党派の県民大会ができたのにやっとその県知事も自民党もみんなもう沖縄県民というところにやっぱり、まあ、本当はね、本当は基地がない方が良かったんだよ、でも経済のためとかいろんな意味でしょうがない、もしあとね、あの一番大きいのはもう来るのは決まってしまったら断れないだろうとか動かないだろう、だったら保証金もらった方がいいじゃないかという動きが大きかった中で、え、基地作らないこともあるんですかというのがこの今回のこれがちょっと浮き上がったところで、みんなが期待してみれば、あ、だったら別にそれは基地がない方がいいさみたいなので結構ドワッと動いたところがあったんですけど、だからお金の問題でみんなこう地元が割れてしまったりしたものが、まあ理由はいろんな気持ちがあるでしょうけど、その超党派ができたっていうのはその民主党に対しての気持ち、怒りの気持ちの人たちがその民主党憎しで県民大会に立った人もいるだろうし、逆に、まあ、ずっと基地の反対をしてきた人たちもいるだろうしが、これが多分超党派っていう形になったのは、まあ、奇跡的に起きた。あのこの超党派は多分他府県では絶対に起きない、うん、民主党憎しっていうのはこれ裏切られた後だっていうことですか、そういうで立ったっていうのは、保守系の人たちっていうのは、できれば辺野古はそのまま黙って進んでほしかったわけでしょ、それを掘り起こしやがって、ネタこう起こしやがってみたいな動きがやっぱ言葉としてもやっぱいっぱい出てきたじゃないですか、なんか民主党を火つけたんだ、そうそう、せっかくで下手に期待持たせやがってとか、いやちょっと待って、期待を持たせやがってって言ったって、私たちはずっとなくしてほしかったわけだから、期待はあったもんね、期待させてさえくれなかった政党よりは、期待だけさせてくれて、もう私は動いたことは大きいし、あ、なくなることができるのっていう可能性を感じたことはとっても大きかった、だってもうさ、みんないやもう張り付いてるから取れないよこれはと思ってたのが、いや一遍考え直しましょうかみたいな、簡単に浮かんじゃったみたいな、っていうのは、でももう一度打ち返されたことっていうのはもちろんショックですけど、でも私としては一回浮かんでまた打ちつけられたけどっていうことは浮かべられるってことじゃんこれって思ったら、なんか私はこれは希望と思うべきじゃないって、政権交代しても意味がないよじゃなくて、政権交代できたじゃない一回は、じゃあ次2回も3回も政権交代すればいいんじゃないって、どんどんこれお前ダメじゃん、じゃあここに来た、でもお前もダメだ、じゃあ次って言って、どんどん交代していくぐらい私たちはどんどん、県民大会にもしても政権交代にしても、やっぱり私たちの票が動いたから、私たちの市民のちっちゃい粒が動いたからこんだけの動きが出たっていうことはもっと自信を持つべきじゃないかなと思ってて、諦めるとには短いすぎる、私その泣いて答えた時もちょっと後で恥ずかしくなって、たかがねそんな3年や4年や9年関わったぐらいの私がね、もうどうしていいかわからないなんておこがましいなと思って、14年も座ってるおじおばに対してね、こんなことを何年も悔しいとか、もうたくさん命がけのことも起きた中でも諦めずに来た人たちに対して、たった2年や3年や、そして、まあ、今回の政権交代のことでいけば1年間のことでもう許せられないと か考えられないっていうのを言えるのかって、この14年我慢してきた人たちに。で、私名護市のね、
5.28 日米共同声明という時の抗議集会に私またこれまた前日に電話かかってきて歌えって言われて、みんなこんなめっちゃ怒ってる子怒りっていう時にウクレレ持って行ったんですよ。なんか楽器はウクレレをやるんですね。ウクレレしか弾けないんです。